皆さん、こんにちは。ボケ役のボケ太郎です。ツッコミ役のツッコミです。というわけでさ、今回もビールを飲みながら雑談しちゃうってわけだ。そうだね、それいいね。あ、やばい。どうしたの？トイレに行きたくなったぞ。さっき飲み始めたばかりなのに、もう？しょうがねえだろ、行きたくなったんだから。早いよ、もうちょっと飲んでから行きなさいよ。じゃあ、まあ、どうするか。ところで、トイレといえば、弥生時代頃の人は、川の上に板を引いて上に絡み、そのまま川にポットンと流していたらしいな。元祖、水洗式トイレだね。で、川下の人は、その水を知らずに飲んでいた、というわけだ。そういう想像しないでよ。おしっこが流れてきたときは、ちょうどこのビールのような色だったんだろうな。ヒヒヒヒヒ。そんなこと言わないでよ。ビールが飲めなくなったんじゃない。でも飲むけど。平安時代頃には、すでにおがるのようなトイレがあったらしいぞ。そして、ちゃんと距離もしていたらしい。すごいね、日本。フランスでは、あのマリー・アントワネットの時代でも、そこいら中で用を足したもんで、臭くてたまらなかったらしいからね。その匂い消しのために、香水が発達したらしいからな。なんか、フランスの素敵なイメージが崩れるね。江戸時代には、農家が肥料にするために、江戸の長屋のトイレで汲み取りして、うんちにお金を払っていたらしい。うんちがお金になったんだ。そう。うんちを肥料にして野菜を作り、それをまた食べてうんちを出す。また肥料にする。これぞまさに究極のリサイクル。それ、現代でも真似できたらいいのにね。トイレといえば、三富津国の便器には次の花敷かれていて、音と匂いを消す仕組みになってたらしいぞ。なかなかやるね。さすが三富津国、いや、水戸黄門様だね。黄門だけに、トイレのことにはこだわっていたんだろうね。ひもね、たかろ。セクハラだよ、それ。ああ、飲んだ飲んだ。あなた、トイレに行きたかったんじゃないの？ああ、もういいや。どうして？もう、おしっこ漏らしちゃったから。最低。もうあなたとは飲まない。おい、行かないでくれ。ここ、濡れてて冷たいんだ。拭いてくれよ。セクハラ男。もう絶好。